さて、梅田の商業施設ルクア大阪に明日から4日間限定でローラースケート場がオープンするというんですね。そのテーマは本場ロサンゼルスだそうです。昭和の時代のローラースケートといえばようこそここへの光源氏でおなじみでしたが、令和の時代は DJ ブースに、そしてフロアの天井にはミラーボール、狙いはインスタ映えです。明日から梅田のルクア大阪に4日間限定でオープンするローラースケート場 4days ローラースケーティング by 10box。 人気ファッションブランドのクリエイターがアメリカの LA、 ロサンゼルスの文化から影響を受けて企画したスケート場で、テーマは老若男女がときめく場所。ローラースケートってやったことない人もたくさんいると思うんですけど、こう初めてのことにトライするときめきみたいなのを味わってほしいです。会場はネオンカラーに包まれ、 DJ サウンドが響き渡る中、 LA さながらのインスタ映えな空間となっています。昭和のローラースケートブームを知る人には懐かしく、また若者にもレトロな雰囲気が新鮮なこのイベント、明日から4日間ルクア大阪の9階で午前10時から午後9時まで開かれています。はあ、ちょっと LA 私行ったことないんであれなんですけど、LA ああいうね感じ行ったことないですね。でも光源氏やっぱ思い出しますよね。光源氏世代ですか？世代です、幼稚園の頃めっちゃ。そっか、はい、私たちの世代ってもうローラースケートそんなに知らなくて、ローラーブレード、そうです、あの板状になってるやつでも全然私乗れなくて、友達がやってるの見てましたけど、こけたら痛いですからね。皆さんしっかりヘルメットはね着用いただいて、はい、ピザも楽しめるっていうことなのかな、あれは写真用っていうことなのかな、まあインスタ映え狙いということですけどね。いただけそうですね、でもね皆さん座ってらっしゃる方、はい、楽しそうでした。さあ明日はちょっと今シーズン初めてと言って